こんにちは、ガミくんです。今回はハロウィンガチャ引いていこうと思います。で、サブキですでに引いてて、現状、ルイスが4体で、伏せ姫とアリババが1体ずつ。なんで、ルイスはもう艦隊組めるんですよね。なので、蓬莱もいけちゃうみたいな。なので、こっちではとりあえず50連、まあ、脳課金で今回フィニッシュするんで、まあ、ルイス、全部1体ずつ出たらいいかな。欲を言えば、アリババも蓬莱適正なんで、多分、艦隊組めたら、動画にしようと思います。まあ、ならなかったら、まあ、特玉で、頑張ろうかなって感じ。お!アリババ来たらいいんだけどな。お!2体目。あと2体来たら艦隊組める。一応、特玉もあるからね。確か、なんだったっけ、あれの交換。モンストの火の交換で1個と、あと普通に、降臨イベント、多分全部やったら1個だったかな。お。いや、アリババ来たらいいな、アリババ。伏せ姫はね、やっぱり蓬莱適性といえば蓬莱適性の火属性だからね、ちょっとやっぱり、あんまりよろしくない。で、一応ね、火属性のダメオワープで可能性はワンチャンあるかもだけど、どうだろう、来るかな。ルイスだね。ルイス1体欲しいんですよね。タンポポ適性もあるし。で、一応自前でやっぱり持っておきたい。サブ機から貸しもんでもいいんですけど、できれば自前で1体、ルイスアルファは持っておきたいかな。やっぱりね、あれもあるからね、後半っていうか、復刻の方も、結構面白そうな性能のキャラたちばかりなんで、そっちも、ちょっと持っておきたい。で、リボンアルファは、蓬莱適正だし、茨城アルファは、どっちかっていうと、1体編成して、その他に強い友情のキャラ入れてやるみたいな。3体目か、伏せ姫。ルイス出ないな、ルイス。うわえ、ちょっと待って、これで、伏せ姫艦隊か。いや、伏せ姫はやらないな。多分やろうと思ったらね、やっぱり多分全員に証つけてやらないと結構きついと思うんですよね。やっぱアリババ欲しいな。アリババ止まったら、そうなるとルイスアルファの可能性がかなりするのかな。で、爆死。いや、ルイ多分ね、やっぱルイスが一番で、アリババは確か自強化倍率がかなり高かったはず。あの味方に当たる SS のみんなに当たった時の倍率がかなり高かったはず。おー、くそ、変なラグして惑わせやがって。なんか変なラグするな。